セルゲイ・フルシチョフ、セルゲイ・ニキーティチ・フルシチョフは、ソビエト連邦モスクワ出身で、アメリカ合衆国在住の科学者、歴史学者。後に、ソビエト連邦共産党、第一初期を務めたニキータ・フルシチョフを父に生まれた。ウクライナ科学アカデミーやモスクワ工科大学などで学ぶ。ソ連時代は、ミサイル誘導システムや、潜水艦用巡航ミサイルの技術開発などに、携わる。 父親が1964年に失脚した後も技術者として働いたが、失脚後も当中央委員を務めた父親のカイコロック執筆をめぐり、アンドレイ・キリレンコからの中止依頼を跳ねつけたために、当局から様々な嫌がらせを受けることになり、後にミサイルの技術開発者から外されることとなる。1991年にソビエト連邦の崩壊を機にアメリカに移住し、 ハーバード大学客員研究員を経て、1996年から、ブラウン大学、ワトソン国際関係研究所上級研究員。1999年に妻と共に、アメリカに帰化しロシア系アメリカ人となった。著書も多いほか、多くの大学や研究機関などで講演を行っていた。ありがとうございます。